デイビッド・ベンジャミン・ジェームスは、イングランド・ウェリン・ガーデン・シティ出身の元サッカー選手。元イングランド代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。現在は、サッカー指導者として活動しながら、BT スポーツで定期的に評論家も務める。現役時代の2009年2月14日に、カリー・スピードが持つプレミアリーグの最多出場記録を536試合に更新し、 2011年5月14日にライアン・ギグスに抜かれるまで記録保持者であり、さらにプレミアリーグ最多通算無失点試合を達成している。また、リバプール FC 時代の1994年2月から1998年2月の159試合、マンチェスターシティ FC とポーツマス FC 時代の2006年から2008年の166試合の2度にわたって、 プレミアリーグ連続出場記録を達成している。ワトフォード FC でキャリアを開始した後は、リバプール、アストンビラ、ウエストハムユナイテッド FC、マンチェスターシティ、ポーツマス FC といった、プレミアリーグの数々のクラブに在籍し、1995年のリバプール時代にフットボールリーグカップ、2008年のポーツマス時代に FA カップのタイトルを獲得。また、 FA カップでは1996年のリバプール、2000年のアストンビラ、2010年のポーツマス時代に準優勝だった。この2010年の FA カップでは FA カップの歴史上で決勝戦に出場した最高齢のゴールキーパーだった。イングランド代表としては1997年から2010年までの間で53試合に出場し、 UEFA ユーロ2004と 2010FIFA ワールドカップの2大会で政治系を務めた。2012年の自身の誕生日には、それまでのサッカーと事前活動が認められて、大英帝国勲章の団員である運営の一員に任命された。2013年10月に子供の頃からサポーターだったルートンタウン FC のカンファレンスに参加し、指導者としての道を歩み始めた。 ワットフォード・ハートフォード・シャー州、ウェリンガーデンシティに生まれるウトンタウン FC のサポーターとして育ったジェームスは、学校を卒業後にルートンタウンのライバルである、ワトフォード FC の下部組織に入団し、1989年に FA ユースカップの優勝に貢献。その活躍から、同年トップチームに引き上げられ、政治家系のトニー・コトンが移籍したことで1990年8月25日に、 ミルウォール FC とのリーグ戦でプロ初出場を飾り、また U-21 アイルランドとの試合に向けて U-21 代表に招集されている。同カテゴリーで計10試合に出場した。2期在籍したワトフォードでは89試合に出場し、特に1990から91シーズンはデビュー年でありながらリーグ戦全試合に出場して、 チームの三部への降格を防ぐことに貢献。同クラブの最優秀選手に選出された。さらに、翌1991から92シーズンはリーグのベストイレブンに選出されると、早速当格を表した。これらの活躍が評価され、2008年にクラブの伝道入りを果たしている。リバプール1992年7月に遺金100万ポンドで、 グレアム・スーネス監督率いるリバプール FC と契約し8月17日のノッティンガム・フォレスト FC 戦で初出場を飾った1993から94シーズンでは前半戦21試合20失点を献上したことでベテランのブルース・グロベラーに一旦定位置を譲ることになったが1993年1月21日のアーセナル FC 戦で 先発復帰を果たすと、ペナルティーキックを阻止する活躍を見せて、今季初の無失点勝利に貢献した。リバプールの七期で公式戦277試合に出場し、1994から95シーズンに、フットボールリーグカップ優勝に貢献、1995から96シーズンでは、ピーフ年間ベストイレブンに選出されると、聖人系として活躍を見せた。 しかし、その一方で時折信じられないようなミスを犯すことから、ンジや薬病神を意味するカラミティにかけて、カラミティ・ジェームスと不名誉なあだ名を獲得し、また、1997年のニューカッスル・ユナイテッド FC 戦で3失点を喫した後に、テレビゲームをするのに何時間も夢中になりすぎていたことで調子を崩したとの言い訳が、後年になっても語り継がれた。 そのミスが度重なったことで1996から97シーズンの開幕戦を含めてたびたびブラッドフリーデルにポジションを奪われるようになり、1999年4月のレスターシティ FC 戦を最後にリバプールでの出番はなく、これが対談につながった。また、ロイ・エヴァンス監督率いる1990年代のリバプールは試合に勝利することよりもパーティーに重点を置いていると、 主張する人々により、スティーブ・マクマナマン、ジェイミー・レドナップ、ロビー・ファウラーらと共にスパイス・ガールズにちなんで、スパイス・ボーイズと揶揄されており、特に1996年の FA カップ決勝で、自身がモデルを務めるアルマーニの白スーツを着用して登場し、我々は優勝カップを掲げるベストドレッサーチームになるだろうと言い放ったことがイメージを明確にさせた。なお、ライバルである、 マンチェスターユナイテッド FC との決勝戦は、コーナーキックからのボールを引くも、クリアしたボールが、エリック・カントナの下へと転がって渡ってしまい、決勝点を挙げられた。アストン・ビラ1999から2000シーズンに、向けて、ジェラール・ウリエ監督がサンデル・ベステルフェルトを、政治家に迎え入れたことで構想外となったため、1999年6月17日に、 移籍金180万ポンドでアストンビラ FC と契約した。初出場となった8月7日のニューカッスルとのリーグ開幕戦で無失点を達成し、2000年のボルトンとの FA カップ準決勝では PK 戦で相手側のボールを二度防ぎヒーローとなる活躍を見せた。しかし、旧エンブリーでのチェルシー FC との同大会決勝で、 ジャンフランコゾラーのフリーキックを一旦つかむも、それを取りこぼす失態をしてしまい、それを目の前にいたロベルト・ディマッテオに決勝点を挙げられた。ウエストハムはストンビラで2期85試合に出場後、2001年7月11日に移籍金350万ポンドでウエストハムユナイテッド FC と4年契約を締結した。しかし、デビュー戦を目前を控えた8月15日の 代表戦で味方と衝突した際に、あと十字人体断裂となったことで、半年の離脱となり、11月21日に、ホームでのトッテナムホットスパー FC 戦まで、初出場がずれ込んだ。以降はチームで定位置をつかみ、聖人系として、まずまずの活躍を見せたが、2002から03シーズンに、チームの降格が決定した。マンチェスターシティ2003から04シーズンは、 ウエストハムで2部の物体を戦う中、現役引退したデビッド・シーマンの代役として、2004年1月14日に遺跡金200万ポンドで一部のマンチェスター・シティ・ FC と2年半契約を締結。リバプール時代の同僚で、スパイス・ボーイズの一員だったファウラー、マクマナマンと再会を果たしたことでにわかに注目を集めた。1月17日に、 ホームでのブラックバーンドバーズ FC 戦で初出場を飾っていこう。シーズン終了までチームはわずか4勝しか上げられない苦しい状況の中で全17試合に出場し、レスターシティ FC 戦とウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦でペナルティーキックを防ぐ活躍を見せて勝ち点獲得に貢献。この PK ストップの鍵に成功率を上げるため、 スポーツ心理学の分野を探求したことを明かした。翌2004から05シーズンの最終日に、ミドルズブラ FC と UEFA カップ2005の06出場権をかけての直接対決で先発出場したジェームスは、試合残り5分のところで、シティのスチュアート・ピアース監督が、ミッドフィルダーのクラウディオ・レーナに代わり、控えゴールキーパーのニッキー・ウィーバーを投入したことにより、 フィールドプレイヤー、それもフォワードを任されることとなった。ロスタイムにジェムースへ向けてのクロスをフランク9ュ,ューが手で触れたことでペナルティーキックを獲得し、この奇策はほぼ目論み通りに行くかに思われたが、PK キッカーを務めたファウラーのボールをマークシュワルツァーに防がれてしまい、引き分けとなり、最終的に国際舞台への道は立たれた。 ポーツマス、ポーツマスでのジェームス2006年8月10日に、ジェームスは、ロンドンに暮らす妻と子供の近くで、多くの時間を過ごしたいためにしてを対談したいとの、胸を表明し、8月11日に遺跡金120万ポンドで、ポーツマス FC と2年契約を締結した。同2006から07シーズンは、最初の5試合で連続無失点を達成すると、好調なパフォーマンスを見せていくと、 2007年4月22日のアストンビラ戦ではシーマンが保持する141試合の通算無失点試合記録を破って142試合に更新した。それらの活躍が評価され、5月に契約を2008から09シーズンまでの1年を延長し、さらにシーズン終了時にクラブの年間最優秀選手に選出された。翌2007から08シーズンは、 香港での新前試合アジアトロフィーのリバプールとの PK 戦で2度止め、シーズン前から好調さを見せていき、2008年1月30日のマンチェスターユナイテッド戦でカリースピード、ライアンギグスに続くプレミアリーグ通算出場数500試合を達成。ウェンブリースタジアムでのカーディフ式との FA カップ決勝では無失点に抑えてチームのタイトル獲得に貢献する等の活躍が 認められ、ピーフ年間最優秀選手賞候補に選出された。最終的に賞を逃したものの、年間ベストイレブンを受賞する飛躍したシーズンとなり、また、2期連続でクラブの最優秀選手に選出された。2008年11月8日のサンダーランド AFC 戦で、ポーツマスでの出場100試合目を達成し、2009年2月14日のマンチェスターシティ戦で、 通算出場536試合目となり、ガリースピードの記録を破って、リーグ通算最多出場記録を更新した。2009から10シーズンは、リーグ戦で苦戦が続く中、FA カップでは躍進し、首相として出場した、準決勝のトッテナムホットスパー FC では、再三に渡りシュートを阻止する活躍を見せて、決勝進出を果たした。しかし、 下国城とリーグ王者チェルシーの2冠達成を阻止するべく望んだ決勝戦は0から1で敗れたことでタイトル獲得はならずリーグ戦は2部への降格となった同シーズン終了後はアブラム・グラント監督の対談後の新監督監督候補の一人として挙げられまた選手としての契約延長オファーがされ残留を望まれたものの それを拒否したことで自由契約選手となった。晩年2010年7月30日に自由遺跡で、同国2部のブリストルシティ FC と1年プラス1年契約を締結。入団理由に、デボン州で暮らす家族の近辺でのプレーを望んだためだった。8月7日のミルウォール戦で初出場を飾り、通算出場数850試合を達成する。 前夜の2011年2月11日に、クラブとの契約を2012年6月まで延長。2012年3月10日にライバルであるカーディフ戦で通算出場数900試合目を達成し、その尊重の印として、首相を任された。シーズン終了後に契約満了に伴い、5月2日に、ブリストルシティからの対談が発表された。自由契約選手となった後は、 2012年7月からエクセターシティ FC の練習に参加し、9月27日に3部の AFC ボーンマスと1年契約を締結した。しかし、2013年3月に双方合意で契約解消が発表された。2013年4月2日にアイスランド1部の B ベストマンライエアと2013シーズン終了までの契約を締結し、ポーツマス時代の同僚で、 選手権監督のヘルマン・フレーザルソンと再会を果たした。同クラブでは43歳ながらも政治家としてプレーし、またフレーザルソン監督のアシスタントとして活動していた。U-21 代表を経て1997年3月29日のメキシコとの親善試合にグレン・ホドル監督の下でイングランド A 代表初出場を飾ったことで、 イングランド代表史上初にして唯一となる黒人系ゴールキーパーとなった。同試合はテディシェディンガムとクラブでの同僚ロビー、ファウラーの得点により勝利し、デビュー戦ながらも無失点を達成した。UEFA ユーロ2000では最終的に落選したが暫定メンバーに選出された。初出場を飾ってから5期の間でデビッドシーマン、ナイジェル・マーティンと共に 定期的に招集される中で、シーマンの代役を務めていき、2002年のマケドニア戦で、シーマンの度重なる失態により、政治系を務めることになって2003年2月から14試合連続で先発出場を果たし、UEFA ユーロ2 0 0 4でも、引き続き政治系として、全4試合に出場した。しかし、パフォーマンス自体は、不安定なものであり、 2004年9月に 2006FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のオーストリア戦での失態によりポール・ロビンソンに先発の座を取って代わられまた2005年8月17日のデンマーク戦でロビンソンに代わり後半頭から途中出場すると自身の失態もあって4失点してしまいこの25年で最悪の敗北に関与したこのように 相次ぐ失態により厳しい状況下にありながらも、ロビンソンに次ぐ第 2GK として 2006FIFA ワールドカップの一員に選出された。ワールドカップ終了後に就任したスティーブ・マクラーレン新監督の初戦に、ベテランのデビッド・ベッカム、ソル・ギャンベルと共に招集されず、以後代表から遠ざかっていたが、それから1年後の2007年8月22日に、 ドイツとの親善試合で再招集され、ロビンソンに代わって、後半頭から復帰を果たした。しかし、11月21日に UEFA ユーロ2008予選のクロアチア戦では、ロビンソン、ジェームスが共に選択されずに、スコット・カーソンが先発する事態が発生。試合は、カーソンの失態により先制点を許してしまい、試合終了後にジェームスは、 カーソンの能力を称賛しながらも、重要な場面で代表を未経験の選手を起用するべきではないとマクラーレン監督の決定を非難した。2010年ワールドカップ UEFA ユーロ2008、出場が叶なわなかったことで、マクラーレン監督が解任されて、ファビオ・カペロ監督が就任すると、カペロ監督の最初の試合であるスイスとの親善試合で2005年5月のコロンビアとの 新善試合以来となる先発出場を果たし、以降は13試合連続で先発を任されると、一番手としての地位を確立した。翌年は定期的な負傷に悩まされており、2009年4月1日のウクライナ戦を最後に代表から遠ざかっていたものの、負傷から復帰したら南アフリカへ連れて行くとカペロ監督からの信頼は厚く、また、 かつてのイングランド代表 GK ゴードン・バンクスとシーマンからも南アフリカへ連れて行くべきとの後押しがあった。その後、2010FIFA ワールドカップの暫定メンバー入りをし、ワールドカップ前の最後の親善試合となった2010年5月30日の日本戦で2009年4月以来の出場をしたジェームスは背番号1を与えられて最終23人のメンバー入りを果たした。 同大会初戦のアメリカ戦では、先発をロバート・グリーンが務めるも、クリント・デンプシーのシュートをキャッチミスして同点に追いつかれたため、次のアルジェリア戦で先発出場を果たし、ワールドカップに初出場した最年長選手となった。ワールドカップでのデビュー戦を無失点で抑えると、次のスロベニア戦にも出場して、無失点に抑え、グループリーグ C を2位での突破に貢献した。 しかし、ベスト16のドイツ戦で4失点を期して敗退が決定し、同試合が代表最後の試合となった。B ベストマンナ A や対談後に現役引退したジェームスは、2013年10月に経験を積むため、ゴールキーパーコーチとして、ルートンタウン FC のカンファレンスに参加した。2005年時のジェームス・ウェディング・ガーデンシティで育ち、サーフレデリック・オズボー音学校に通学していた。 ジェームスは妻と4人の子供を持つが2005年に離婚し、現在はパートナーと共にデボン州で暮らしている。サッカー選手として活動する傍ら194センチメートルという長身から1995年にアルマーに、2005年に H&M のファッションモデルを務める。またな髪型をする選手として知られており、アフロやドレッドヘアにしたかと思えば、 金髪の坊主やクラーク・ケントのような髪型をする。2003年のオフシーズンに NFL のマイアミドルフィンズの合宿に参加し、アメリカンフットボールの練習や調整方法を学んだ。UEFA ユーロ2012の開幕前には司会者と共にユーロ史上最も衝撃的な瞬間と題して BBC のプログラムを発表した。2005年にエイズへの意識を高めるために、 東アフリカのマラウイへ訪問し、その後、マラウイのトウモロコシ農家がより効率的な生産技術の開発を支援するために、自身の名を冠したディビット・ジェームス財団を設立した。他にもウェストミンスター大学で連携し、マラウイの留学生が修士号を取得するための奨学金制度を設立した。また、近年は、 ムランジェの孤児への事前活動を行っているエクセターのウェストエグクゼテクノロジー大学とコネクションを築いている。ジェームズはまた、スペシャルオリンピックスの国際大使であり、イギリス国内の貧困地域に向けて、スポーツを提供する、事前団体アクセススポーツの大使も務める。芸術愛好家に加え、オブザーバーで定期コラムを執筆しており、そこで得た給料を事前活動に寄付している。 また、自動書、ハリーズマジックポケッツ、ザサーカスのイラストレーターであり、同書は、友人のスティービン・ピアソンによって書かれている。2013年夏に BT スポーツが放映するうちの一つ、プレミアリーグの評論家になることが発表された。ありがとうございます。